8万5000円の箱はかなり大きい。重たいので重量を測ってみる。 9.2 キロもの重さがある。早速開けていきます。昔の話ですが、カッターで開墾しようとして小峰のパンツを切ったことがあります。お会長、ダイネーゼの悪夢がよぎる。奇抜な色がない。とりあえず一安心。いきなりレザーっぽいのが見える。価格差があるとはいえ、ダイネーゼの福袋上回った。あれれ、真ん中がメスっぽいぞ。欲を言えばパンチングレザーのジャケットが欲しかった。なんならこのモデルのフードなしを持ってるし、かっこいいから暖かくなったら着るけど。次は冬用ジャケットかな。シュッとしてかっこいいぞ。オプションでプロテクターを買わないといけないけど。ネックウォーマー、お気に入りの商品で毎年買ってる気がする。デニムだね。デニムよりも隣のバンクセンサーが気になる。裏起毛なので冬も快適。右お尻ポケットの強度をマークがいい感じ。次は小物類。夏用のメッシュグローブと謎のレザーキーホルダーです。メッシュグローブは去年買っちゃったな。夏用のラッシュガード。3分の1くらいが夏用商品だな。この商品はお気に入りで愛用している。あ、ダウンジャケット入ってた。ミドルレイヤーってことはアウターの中に着るやつだよね。この商品が一番テンションが上がる。最後はレザーパンツ。ブーツアウトっていうのが露出好きには良い。バンクセンサー小さすぎない。以上で強度ドリームボックスは終了です。果たしてどれだけお得だったのか。金額だけで判断するとかなりお得に感じると思いますが、使えるものかそうでないかによってお得感は変わると思います。皆さんはどう思われましたか？ダイネーゼよりは良かったのは間違いないです。